いや、やっぱり定番っていいよね。大人の男の定番といえば、白 T、これで間違いないでしょう。もう吉田栄作のような爽やかな白 T が欲しいんだよだと思っている皆さん。 こんにちは、スターリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の白 T ナンバーワン決定戦というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、大人の男にとってはですね、もう定番的な位置づけなのが白 T というものかなと思います。僕もですね、今日白 T を着てるわけなんですが、まあ、着こなしのベースとなるようなアイテムで、1枚で着ても重ね着にも使えるような、そんな万能アイテムなのかなと思うんですが、ただですね、白 T ベーシックなだけあって、いろんなブランド ブランドから出してるんですね、まあ、その中から何を選べばいいのかわからないという大人の男性が多いかなと思うので 今回はですね、今年買える白 T を、まあ一挙に紹介できればなと思います。まあそれぞれ特徴があって、良いところもあれば、ここはもう一歩だよねというところ、必ずあるんですね。どんなに良いものであっても、価格面で言ったら上がってしまうために、そこは一つのデメリットになるわけなので、まあそれぞれ良し悪しがあるかなと思うんですが、そういったところも含めて、大人の男性におすすめの白 T シャツを、今回ですね、皆さんにご紹介したいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらの チャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、ここからは具体的にですね、白 T を比較していきたいなと思ってるんですが、具体的な比較に入る前に、まあ、どういった比較の基準があるのか、このあたりにも触れていきたいなと思うんですが、まあ、白 T といっても様々な違いがありまして、素材の質感ですね、厚みだとか肌触りだとか、このあたりも重要です。白 T って、やっぱりですね、乳首とかが透けやすかったりするので、そんなに薄すぎても使いづらいですし、かといって厚すぎてもゴワゴワして着づらかったですので、この厚みというのを すごく重要な項目かなと思いますそしてサイズ感ですね例えば袖の長さですねトレンド的なものは結構袖の長いものもありますしベーシックなものだと関節よりも手前の長さになってきます身幅もそうですねここがゆったりしているのかどうかそして着丈のバランスなんかも判断基準になってくるかなと思いますあとはデザイン面ですね今僕が着ているものは本当にシンプルな白 T なんですが、まあ、ポケットがついてるものなんかもあったりするのでこのあたりの違いというところもですね強化 基準になるかなと思いますしあとは価格帯ですねまあ、買いやすさというところも人によってはですねかなり重要度が高くなってくるかなと思うのでそのあたりを踏まえた上で皆さんにですね解説をしたいなと思ってんですがまず一つ目はですね今着ているこちらヘインズのですね新しい白というですね名前のついた少し上質なですね白 T になっていますまあ、これはですねパック T シャツで有名なヘインズがまあ、力を入れているだけあって非常にバランスのいい1枚かなと思います ま昨年もですね、白 T の特集をしましたが、その中でもビーフィーというモデルがありまして、そのあたりをですね、おすすめをしていたんですが、まそちらに変わるような大人にぴったりの1枚かなと思ってまして、まずは生地の厚みなんですが、 厚すぎず薄すぎずというとこですね。少し肉厚なんだけども、ゴワゴワした感じがないような滑らかさがあって、このあたりの上品さは大人にぴったりかなと思います。ビーフィーの方がもうちょっとこう男らしくてタフな感じがするので、結構好き嫌いが分かれるかなと思うんですが、なかなかこちらの白は大人っぽくてより定番的な位置づけになってくるかなと思います。で、色合いなんですが、白なんですけども、少し黄身がかってるような感じがしますね。白でも本当に真っ白なもの もあればライトグレーっぽいものもあればちょっと黄みがかってるものもあったりするんですがややですね少しだけ真っ白というよりは黄みがかってるところがあってこのあたりは好き嫌いが分かれるところではあるかなと思います個人的には結構真っ白のパキッとした白が好きなのでそのあたりは好みから少しずれますがただまぁベーシックな白に本当に近いような形なのでなかなかバランスがいいかなと思います でネック周りは結構特徴的で、割とですね、このリブの部分が太めなんですね。このあたりもデザインの一部として好き嫌い分かれるかなと思いますが、僕はここは細いよりちょっと太さがあった方が好きだったりするので、ネック周りはすごくいいバランスだと思います。あとは袖の長さだとかフィッティングなんですが、袖、 正直ですね、ベーシックな T シャツのラインと同じような、ちょっと短めといいますか、オーソドックスな長さになっています。短めではないんですね。短めではないんですけど、最近トレンド感のある T シャツが結構長いものが多いんですね。例えばユニクロ U のエアリズムコットオーバーサイズ T シャツ、一番最後に出てきますけども、ああいったものって袖が長いんですね。そういったものと比較すると、やっぱり短く感じるかなと思います。身幅もですね、アメリカの T シャツらしいゆとりはあるんですが、まあいわゆる今のですね、 感あふれるような緩めのサイズイングとととはままままたちょっと違っっ違てましててし、まあ、ベーシックなななな定番的な長さになっているかなと思いますサイドの部分見ていただくとわかるんですが、ここ縫い目がなくて、縫い目のない丸胴の仕様になっているというところでは、着心地もいいし、タグなんかもないので、そのあたりの気軽に着れるというところでは、めちゃくちゃ使いやすいと思います。価格も2300円ぐらいなので、ヘインズの通常の T シャツよりは高いんですけども、いわゆるいろんなブランドの T シャツに比べるとかなり買いやすいので、そのあたりは、 すすごく満足度が高いいかなと思いま2300円ぐらいでこのクオリティの T シャツというところの満足度で言ったらこれはかなり高いかなと思います。個人的にはこれあんまり1枚で着ようとは思わなくて 例えばこの上にシャツを着たいだとかアウターを着たいだとか重ね着のベースとして使うといいかなと思います。これなぜかというと後ほど出てくる T シャツと比較していただきたいんですが袖が長かったり身幅が大きかったりすることでデザイン面でも少しアクセントになるんですね。そういったものだったら主役として活用することができるんですがかなりベーシックな T シャツだとあまり特徴がないので下着感だとか凝った感じの着こなしに見えなかったりするんですね。そうなると着ている本人の顔立ちだ とかスタイルの良さだとか雰囲気だとかその人自体のですね良し悪しに結構左右されがちだと僕は思ってるんですねなので冒頭に出てきたような吉田栄作さんですね僕ら世代には象徴的かなと思うんですがイケメンでスタイルが良ければ白 T デニムみたいなスタイルでももう抜群に似合うんだけどもあそこまでの土台がないとなかなか白 T って超ベーシックなものは似合いづらかったりするのでそういった点では重ね着ベースの1枚かなと思います非常にバランスがいいかなと思うんですが使い方がそれぞれこ となるよというところでぜひ比較の対象にしていただければなと思っていますはい続いて2枚目の白 T シャツなんですがこちらはビューティーユースのオリジナルとなるちょっとスウェット感覚の白 T なんですね 今回ご紹介する中では最も価格帯が高いもの。これをですね、ご紹介したいなと思うんですけど、最近買った白 T で個人的に一番気に入っているのが実はこちらの T シャツなんですね。白 T ってまずサイズ感の上で全然ですね、ものによってバランスが変わってくるかなと思うんですね。先ほどご紹介したようなヘインズの T シャツというのは割とですね、定番的なサイズ感で1枚で着ることもできますが、重ね着に特に適したようなものになってくるかなと思す。 思うんですがその一方で夏場にですね主に1枚で主役になるようなそういった T シャツも結構多かったりするわけなんですがこちらビューティーユースのオリジナル T シャツに関しては完全に重ね着を意識したような T シャツではなくて1枚で主役になる系の T シャツかなと思います、まあ、まずですねサイズ感だとかデザイン面を見ていただきたいなと思うんですが今僕が着ているのは S サイズなんですね先ほどのヘインズの白に関しては M サイズなんですが、かなり身幅なんかはサイズ感コンパクトだったと思いますが、こちら S サイズなんですけども、ゆとりはかなりあると思います。あとは袖の長さですね。ここも先ほどに比べると大胆に長いですね。腕の関節よりも少し長いぐらいなので、今のトレンド感あふれる長さになっています。で、丈に関してはそんなに長くないというところで、まあ、このあたりですね、ワイドなんだけども、丈がそんなに長すぎないというところが、最近のトレンド感のある T シャツのデザインディティール なんですがその辺りをしっかりと押さえているような T シャツになります。で、その部分なんですが、ここリブがしっかりと強みに出ていまして、いわゆるスウェットのようなアプローチになってるんですね。裾がキュッとなることで、ちょっと見え方に変化が出るというところでは、なかなか面白い一枚になってるかなと思います。冒頭にちょっとお話ししましたが、白 T ってかなりベーシックなアイテムなので、ドベーシックになると、なかなかつまらなく見えるというですね、一つのデメリットがあるんですが、その辺りをデザイン的な特 ですねその部分をスウェットっぽくしたりだとかサイズ感をゆったりとさせることで少しアクセントを持たせているのがまさにこの t シャツかなと思います個人的にもこのバランスはめちゃくちゃ良いなと思いますしあとは素材ですねまあ、世界的にもですねいろんなブランドで使用されている カネマサメリアスというですね、高品質な素材を作るメーカーがあるんですが、そことのですね、共同で作っているアイテムになってまして、まあ、とにかく滑らかで、肌触りが抜群にいいんですね。生地の厚みとしては、まあ、中くらいですかね。そんなに厚すぎず薄すぎずで、ちょうど肌触りもいいんですけども、表面の質感、滑らかさと、あとは微光沢の雰囲気ですね。サイズ感とかデザインは少し特徴的なんですが、これに対して素材感が抜群にいいというところで、一定の上 上品さというところも溢れるというところがすごくですね、バランスがいいポイントかなと思います。まあ非常に完成度が高い T シャツで、個人的には今回ご紹介する T シャツの中でも一番ですね、満足度が高いかなと思うんですが、そういったものにもやっぱりデメリットがあって、まあ今回ご紹介する T シャツの中では一番高いというところで、価格がですね、税込みで8800円というところですね、T シャツ1枚にどこまで投資をできるのかって人それぞれなんですが、年々 T シャツの単価も 上ががってきてきるような気がします以前であれば3000円4000円でも結構 T シャツっていろんなものが買えたかなと思いますが最近は5000円を超えた T シャツのバリエーションも増えましたし中には7000円以上のものも増えてきたわけなんですけどもこちら8800円ということで素材のこだわりが非常に強いというところも含めてちょっと値段がお高めではあるんですが夏の T シャツというのはこれ1枚で着ることも多かったりして 主役級のアイテムなので、1枚ぐらいこういったものもあるのもいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて三つ目のですね、白 T なんですが、ちょっとこれまでと方向性が違うようなですね、アプローチの T シャツになってまして、こちら、ナノユニバースのジャケット専用の白 T なんですね。これ、コンセプトが明確で、一枚で着るというよりは、圧倒的に上にジャケットを着るときに映えるような、そんな T シャツになってるんですね。これ、どういうことかというと、ま、あいろんなポイントがあるんですが、まずはサイズ感としてはですね、割とこう、ベーシックな T シャツに近いかなと思います。一番最初 ご紹介したヘインズの白ですねあれと結構近しいようなベーシックなサイズ感で袖も長すぎないですし身幅も結構ゆとりはですねそんなにないかなと思うんですね着丈もですね長すぎないというところですごくバランスがいいようなジャストサイズなですね T シャツに収まってるかなと思いますで色合いはですねホワイトの中でも結構パキッと白い感じで清潔感があって生地はですねちょっと中肉よりもやや薄いかなというぐらいの肌材の良さがあります ますが下にですねちゃんとインナーをかませれば透けるようなことがないのでまあ、これ使い勝手のいいようなそんな厚みになっているかなと思いますでネックラインを見ていただきたいんですがそんなにですねリブ太くないですよね真ん中のところはそんなに太くないんですがこれ面白いのがですねここ最大のポイントなんですが横に行くにつれてだんだん広がっていって後ろから見るとですね結構襟の部分 ネックが高くなってるんですね。これなぜかというと、T シャツの上からジャケットを着た時に、ジャケットの襟が汚れないように、ちゃんとですね、高さを設けているんですね。このあたりがジャケット専用と言われるゆえんで、すごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、重ね着を考えると、正直ですね、T シャツのサイズ感がワイドだと邪魔なんですね。袖が長かったりだとか、身幅が大きかったり、着丈が長すぎると、どうしてももたついてしまうので、そこをですね、 ジャケットと合うような形で設計しているというところでは、すごくですね、コンセプトが明確な一枚かなと思います。僕も T シャツ好きで色々と買うんですが、ジャケットの下に着るとなると、やっぱりいつも着ているような主役となるような T シャツがハマりが悪いんですね。襟も緩かったりだとか、身幅もゆったりだったりだとか、あと着丈ですね。ジャケットよりも T シャツの方が短い方がバランスがいいんですけど、そこの収まりが良くなかったでするので、ちゃんと専用のものを持っておくと便利かなと思います。まあ、せっかくなんでこの後 ジャケットを羽織ってみたいと思います。 はい、ということで、ジャケットを上に着ていましたが、いかがでしょうかやはりですね、ジャケット専用の T シャツということだけあって、収まりがいいなという感じがしました。他のちょっとゆったりめの T シャツだと、やはり上にジャケットを着たときですね、特に今着てるような小綺麗なセットアップだと、ちょっと相性が良くないなと感じることが少なくないんですね。というのも、T シャツっていうのはもともとカジュアルなものなので、それに対してカチッとしたジャケットというものの雰囲気がなかなか合いづらかったり するので T シャツの中でも少し綺麗な表情を持ったものの方がジャケットとは相性がいいのかなと思いますこちらの T シャツに関してはまずは素材感ですねサラッとしていて微光沢もあってすごく上品に見えるような質感なんですねあとは袖だとか身幅だとかもしっかりとジャストサイズになっていて丈の長さもちゃんとジャケットの内側に収まるようなバランスの良さがあるんですねこの T シャツがジャケットよりも長すぎたりだとかギリギリだとあんまりですね小綺麗に 見えなかったで、すすのでその辺りのででそりバランスは完璧かなと思いますで襟周りですね。このあたりの見え方なんですが、リブが細めというのも、ジャケットとの相性を考えるとすごくバランスがいいかなと思いますし、後ろですね、ちょっと見づらいかもしれないですが、しっかりと首元にフィットして、なるべくですね、ジャケットの襟と触れないようなギリギリのラインですね。まあ、完璧に触れないというわけではないんですが、かなりの分量でカバーしてくれるので、そのあたりもすごくいいんじゃないのかなと思います。 で、襟元のこの見え方なんですが、サイドの方がちょっと高くなっていて、このあたりが少し深くなるので、見え方としては V ネック寄りになるかなというところですね。柔らかくこう先端にちょっと真ん中部分がえぐれる感じになるので、このあたりの見え方は結構人によって好き嫌いが分かれるかなと思いますが、個人的にはもうちょっと浅い感じのフィット感の方が好きかなとは思いました。まあ、いずれにしろジャケットと合わせる T シャツとしてはすごくバランスのいい1枚かなと思いますし、価格も 3800円台で割とですねビジネスウェアとして考えると買いやすいのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っていますはい続いて4点目の白 T なんですがこちら無印良品のワイド半袖 T シャツ2990円ですねまあ、先日ですねこちらの T シャツについては他のカラーを皆さんにご紹介していましたが今回は白 T の特集ということで改めて白をですね購入してみたわけなんですがめちゃくちゃいいですね これは名作ですね。ちょっとですね。 ランキングつけるのがなかなか難しいなとですね、怖くなってきたところではあるんですが、トータルバランスで言ったら、これが一番なんじゃないのかなと感じています。個人的に一番好きなのは、ちょっと値段は高いんだけども、ビューティーユースのカネマサメリアスのファブリックを使ったものが好きなんですが、価格帯とのバランスを考えると、これはまさに最強に近い T シャツかなと思います。詳しくは先日の動画を見ていただきたいなと思うんですが、まずサイズ 感ですね今 M を着ているんですけども、少しゆとりのあるようなワイドフィットの T シャツになっています。袖もですね、ちょっと長めの仕様で、腕の関節と大体同じぐらいの長さです。このあたりはビューティーユースの先ほどの T シャツよりは、やや短めですが、トレンド感は感じると。で、身幅に関してもゆとりはありますが、でも決して大きすぎるぐらいの バランスではないんですね。このあたりもすごくいいし、着丈もですね、ちょうど長すぎず短すぎずの収まりになっているというところ。で、素材の質感はオーガニックゴットンを使っているんですが、ちょっととろみ感があるんですね。このあたりの滑らかさだとか、肌触りの良さも完璧ですし、あとはポケットがついているというポイントですね。ここはかなり大きいと思います。一番最初のヘインズにもついてなかったし、二つ目のビューティーユースだとか、三つ目のナネリバースの T シャツにもいいていなかったんですがこのポケットがついてることでデザイン的なアクセント効果があって個人的にはポケットがついてるのは大賛成なんですね。これがあることですごくですね退屈にならない見た目になるのでその点も含めて完璧に近いかなと思います。一枚でさらりと着てもちゃんと見栄えもいいしなおかつ価格帯も抑えめだしっていうところでは資格がないようなそんな T シャツに仕上がってるかなと思います。ホワイトの具合も本当にですね、真っ白。 っていう感じですね。気味がかったところがないような、本当にクリーンな白なので、そのあたりも含めて完璧かなということで、今回の動画の中でナンバーワンは無印良品のこちらのですね、ワイド半袖 T シャツなんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、無印良品の店内にあったら正直めちゃくちゃ地味なので、全く注目を集めないような T シャツだと思うんですね。 というより、無印良品の服全体がそういったイメージがあるんですけども、単品で見てみると、これめちゃくちゃいいんじゃないっていうものが結構見つかるんですが、この T シャツは顕著ですね。白に関しては、もうこうベーシックな無印の良さもあるんだけども、ちゃんとサイズ感が今っぽくなっている。ある意味で無印っぽくないようなサイジングで、もう完璧な仕上がりなので、ぜひ1枚持っておいて損がない T シャツかなと思うので、チェックをしていただければなと思っています。 はい、ついてラスト5手目は皆さんもご存知の通りユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツですね価格は2000円ギリギリいかない1990円というところで、まあ、今回ご紹介するものの中でも最もコストパフォーマンスが高い T シャツになっています先ほどご紹介した無印良品の T シャツこれももう間違いなくいいものなんですが正直言うと元祖はこれだと思うんですね正直結構この2つが似通っていて 無印象の T シャツの方は後出しじゃんけん感があるかなというところが、まあ、率直な感想なんですが、やっぱりですね、このユニクロ U のエアリズムコットン T シャツは元祖というだけあって非常にですね、バランスのいい1枚になってるかなと思います。ポケットがないんですね。胸ポケットがない。このあたりが最大の両者の違いになってくるんですが、ポケットあった方がデザイン的なディティールとして楽しめるという方もいらっしゃいますし、そのポケットいらないんだよねっていう方もいらっしゃると思うので、まずはこのデザイン デザイン面の違いというところで選んでみるのもいいと思います。あとは価格面ですね。1000円ほど価格差があるんですよ。T シャツって単価が高くない上で1000円の違いってかなり大きいと思います。ユニクロ U の方が手軽で買いやすいんですね。デザイン的にはほとんど変わらずにポケットがあるかどうか。まあ、袖の長さだとか、身幅のフィット感だとか、着丈のバランスもほぼ変わらないです。素材の質感もどちらとも着心地が良くて、無印良品のものに関しては接触冷感があったりするので、 より夏場には良かったりするんですが、こちらもですね、やはりユニクロ U のエアリズムコットンということで、機能的には間違いなく使い勝手がいいと思いますね。機能面はやっぱりユニクロが力入れてるとこなので、安心して着れるというところとデザインのバランス、本当に似通ってるんですが、ユニクロ U は著名なデザイナーチームが手掛けているというところの安心感ですよね。そのあたりも含めて評価ができるポイントかなと思います。もう今では本当に夏場に着てる方が多いような、 名作の T シャツなので、その良さというところは、今現在でも色あせることは全くないかなと思うので、予算を抑えながら白 T をガンガン着たいよねという方に関しては、ユニクロ用の白 T は、やはり未だにですね、ナンバーワンに近いような商品かなと思うので、改めてチェックをしていただければなと思っています。 いやーいかがでしたでしょうか皆さん。今回の動画では、大人の白 T ナンバーワン決定戦ということで、5種類の T シャツを皆さんにご紹介させていただきました。ナンバーワンを決めるのは非常に難しいんですが、その中で今回のナンバーワンですね。トータルで考えた時のバランスの良さ、このナンバーワンは、やっぱりですね、無印良品の T シャツだったかなと思います。これは、デザインもいいし、素材感もいいし、1枚できた時の主役感と、価格のバランス、すべてを含めた 上で完成度が最も高かったかなと個人的には思っていますただ、個人的な気分が一番上がる T シャツとしては、ビューティアンドユースのカネマサメリアスの素材を使ったこちらの T シャツですね。これがナンバーワンに良かったです。あとは、重ね着のベースとして使いやすさというところを考えると、一番最初にご紹介したヘインズの白ですね。あちらに関しては、サイズ感が大きすぎずにですね、適度にゆとりがあって、素材の質感もすごくいいし、 着ていて気持ちがいいというところ、タグもないので、チクチクしないところも含めて、いろいろとですね、着回しがしやすいんですね。例えば今、シャツを着ていますが、その下に着たいだとか、まあ、ジャケットと合わせても僕はバランス悪くないと思うんですね。そのあたりも含めて、重ね着のベースとしては、あちらが一番使いやすいかなと思います。ただ、 一枚で来た時のバランスというところで言うと、やはり少しゆとりがあった方がいいので、無印良品だとか、ユニクロ U のエアリズムコットンだとか、このあたりが使いやすいかなと思うんですね。で、コストパフォーマンスの上で最も使いやすいのは、ユニクロ U ですね。このあたりに関しては、もうデザイン面も完璧なんですよ。去年だったらぶっちぎりの1位っていうのは明確だったと思うんですが、今回はちょっと後出しじゃんけん的に無印がいいものを出してきたので、ちょっとそこには僕の中では及ばなかったかなという点はありますが、 コススストトパフォーーマンンンで言っったら間違いいいいなななななななくくナンバーワンだとと思ううううしあれを超えるよよ名作はなかなか出ててこリペクトもすごく持っていますご持まそしてちょっと特殊ではあるんですが、ジャケットと合わせるという意味では、ナヌユニバースのジャケットに適した T シャツというところもすごく使い勝手がいいかなと思うので、まあ、それぞれの使う場面だとかシチュエーションだとかによって、どれが一番かは変わってくるのかなというのが正直な僕の中でも感想です。ぜ、ま、ひ、あ、皆さんの中で今回ご紹介したものの中で気に入ったもの、 コメント欄で教えていただきたいなと思いますし、これ以外の名作シロティってもっとたくさんあると思うんですね。そういったものも皆さんで一緒にシェアをして、この動画のコメント欄でですね、いろんな白 T が一覧で見れるとすごくいいかなと思うので、ぜひ教えていただければなと思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの業問ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、そしていろんな専門ブランドがあるわけなんですが、まあそういったちょっとコアな情報はですね、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に3本のオリジナル動画と、それに加えて1本のですね、ライブ配信も行ってるんですね。皆さんがいた頂いたご質問に直接その場でお答えするような形で、 楽しく運営してますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくりと動画を見れない方のためにオンラインサロンというものもやっていますそちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムをどんどんご紹介しています僕も毎日更新していますし僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっていますまた参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるのでおしゃれが好きな大人の男性が集まってワイワイ楽しめるコミュニティになっています で気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに